回転軸っていうものが存在してて、まあ、例えば僕が嘘をするとさ、こうやって逆回転でもあるわけよ、ね、そうするからそのディンプルがあってボールがこうやって空中に浮いていくんだけど、この回転軸が向こう側に傾くとスライスなんだよ。この回転軸が自分側に傾くとフックなのよ。だからあくまでもフックスライスっていうのは空中で回転軸がどっちに傾いてるかによって行われる認識として皆さん持っておいてもらわないと話が通じなくなっちゃうので、これでっかいのでやった方が分かりやすいかな。これがビューンってこうやって回りながら飛んでいく。でも右へ傾いたらこっちですよ、左へ傾いたらこっちですよっていうのがボールの飛び方。これがフックだし、これがスライスだ、ね、だからこういうスピンっていうのはいや、その地球上の物理学でね、そんなことをどうやって起こせるんだろうっていう